さあ行きましょう。野球ビジネスを切り開いていくには仲間が必要だっていうことですね。今日は、ベースボールオンラインサロンメンバーとの友情出演ということでですね、ベースボールオンラインサロンメンバーの臼井一郎くんに来ていただいてます。こんにちは。こんにちはでございます。多分 YouTube の登場は初めてだと思うんですけれども、きっと僕の Instagram とか Facebook とか、そういったところでは多数登場していただいてる、スポーツビジネス界のホープでございます。ありがとうございます、はい、で彼はですね僕の方から軽く自己紹介をさせていただくとですね、彼は本当に面白い人生の経歴を歩んでおりまして、ここ福島県、今日福島県で撮ってるんですけれども、福島県いわき市の出身、はい、で、高校卒業して日本の独立リーグに入った。で日本の群馬、はい、群馬ダイヤモンドベガサスで何年間、2年間、はい、プレーをして、そこから俺はメジャーリーガーになると。そうですね、はい、いうことで、いわゆるトライアウトの登竜門みたいな、アリゾナウィンターリーグというところに挑戦をしたというのが20歳の時、はい、21になった時だったと。でそこでですね、打率1位。そうですね、打率5割で、まさかのまさかの、これウィンターリーグって12、3試合、もうちょっとした。もうちょっとあれ でもですよ、5割打つ選手ってこれなかなかいないんですね。でそこで5割を打って、アメリカの独立リーグと契約を勝ち取ると、はい、でそこからですね、ビザの問題だなんだといろいろあって、結局はそこの契約をいただいた球団ではプレーできなかったんですけれども、そこからの切り替えが早かった、面白かった。今度はですね MLB のスカウトになるということで、それからもなお、ロサンゼルスに滞在をし続け、はい、で、去年知人を介してここは知り合ったような感じですよね。で、それからですね、今年の2月3月のアジアンブリーズの方でも来ていただいてですね、いろいろとチームのサポート応援をしていただきました。で、これからですね、本当に次は大学、アメリカの大学にこれから、ね、オンライン授業を受けながら、はい、受けながら現地で引き続きメジャーリーグのスカウトを目指して、はい、活動を継続していくということでですね、皆さんこんな人生歩んでる今23歳いますかね。経験は爆買いせよって僕言ってますけど、まさにその経験を買うために自ら行動を起こし続けてるこの臼井一郎くんにですね、今日は根掘り葉掘りと、はい、いろんな、野球界に対する思いとか、自分の本当にやりたいことで、そしてこれからについて、聞きながらもう夢叶えちゃいましょうよというような企画でございます、はい。で今回はですね、2本立てぐらいで考えておりますので、皆さんそこは楽しみに。早速なんですけれども、はい、今どうですか、今回まさに今リアルな話で言うと一回帰ってきたはいいものの、コロナでなかなか戻れないと、はい、まあそうですね、やっぱりでもこのコロナの影響っていうのは、うんうん、僕だけじゃなくて、皆さんやっぱ同じなので、そこを、ね、言い訳にしても、うん、何も始まらないですね、はいはい。今そのコロナの、ね、状況だからこそできることを、僕も日本でこうやっているつもりです、はい。別に困ってはないですね。さすがですね。本当に今回日本よりもというか、アメリカってやっぱり、ね、感染者数がすごく多くて、はい、アメリカに行くことをすごく懸念される方もたくさん当然いるだろうし、アメリカに戻れるのかと不安に思ってる同じ大学生というかね、はい、そのビザも含めて、はい、また本当に大丈夫なのかと思ってる学生もたくさんいると思うんですけれども、本日7月22日でございます。で26日にもうアメリカに出発するということでですね、はい、これからロサンゼルスから拠点を変えてカンザスシティに移るということですけれども、はい、そこではどんな生活が待ってるんですかね。カンザスシティは、僕も本当未知な場所で行ったこともなく、話に聞くとすごい田舎町っていうのは聞いてるんですけど、そこを選んだ理由っていうのも、知人のレジースミスの紹介というか、ロサンゼルスドジャースのレジェンドですね。はい、レジェンドの方からの紹介で、はい、そのカンザスシティの、
アレン大学っていうところの野球部 の、うん、あの方を紹介してもらって、うん、でまあそういった方の紹介で、うん、まあそこの拠点にするっていうのを決めて、ただまあ今後どういう未来が待ってるかわかんないですけど、そうですね、いや本当にまああの楽しみですね、うんうん、まあ、行ったこともない、あの経験したこともないことなんで、うんうんうん、どんどん楽しんでやっていきたいなっていうのは思ってますね。はい、ありがとうございます。現地ではですね、その、まあ、オンラインの学校の授業もやりながら、はい、実際 MLB のスカウトと一緒に行動させてもらう、はいはい、あ、そうです、まあ、リアルな、はい、リアルなスカウティング活動の現場を学ぶということでですね、多分皆さんが気になるところって、どうやってそういったコネクションとか付き合いとかそこにたどり着いたのかというところだと思うんですけれども、まあなかなかね、野球現役で終わってメジャーリーグのスカウトになりたいからとりあえずロス行こうってやつってそもそもいないんですよ。発想としてめっちゃ素晴らしいし、でも確かに行ってからどうするのはあると思うんですけれども、ちょっとそこのところ聞かせてほしいんですけれども。まあ僕も最初現役を辞めた時にこう、まあ、次どうしようっていうのはもちろん悩んだんですけど、まあそういった中で僕がアメリカに行っててプレーした時にやっぱ見に来てたスカウトとかそういうのってすごく頭の中で印象に残ってて、で現役辞めた時に僕が行く道ってやっぱそういう道がいいなっていうふうにもうふと思ったんです。でそれでまずそのことをみんなに伝えました。自分だけでこう自分の中に留めておくんじゃなくて、周りにもどんどん言って、俺現役やめて、ちょっとスカート系やるわって言って、そういうのを言っていくうちに、はいはいはい、どんどん口にしていくうちに、はい、やっぱこう広がっていって、はいはい、でそういった中でやっぱ、ね、そういったスカウトとか素晴らしいですね。そういうとこにこう。はい、なんて言うんだよ、僕も。いやでも本当に僕の大先輩でも本当に言い続けてたら時間はかかるけど必ず叶えられるっていう人たちがいて、でもまさにそれでチャンスをこう引き寄せてるのが臼井一郎の面白さ。まあ正直根拠もクソもねえみたいな感じはないんですけれども、僕はメジャーリーグのスカウトになるんだと、で言い続けてたんですよ。皆さんググってください、臼井一郎 MLB スカウトで、インターネットの記事にもされてるんですよね。そうなんですよね。だからこう、はい、言い続けてたら、そうなんですよ。本当になんかそういう人が寄ってくると、寄ってきたり興味を持ってくれる人もたくさんいると、でそしてロスで実際で本当に行動力がすごくてですね、今年去年の、なんだっけ、スプリングトレーニングじゃなくて、その前のミーティング、ウィンターミーティング、ウィンターミーティングにもですね現れて、一人名刺を回しながらですねいや僕はメジャーリーグのスカウトになりたいんですけどどうすればいいですかと、まあ、そういったところで実際リアルなコネクションを作って、まあ、今年ねスプリングトレーニングが途中でコロナの影響で終わっちゃったっていうのはあるけれども、まあ各地というかその野球関係者に会いまくってたと、いうことがあったんですよね。だから本当にそのぐらい行動力がありますし、皆さんこれ今日の一番ねこの前半の話で大事なところはもう彼のこの行動力ですよ。で口と行動そうですね、まあ確かに動かないでね、多分ここの福島県いわき市でずっと口だけだったら、はい、当然前には進まなかったけれども、彼の場合はもう拠点すら変えてですね、アメリカで職に就くにはアメリカに行けと、はいはい、この発想がですね今の彼をここまで突き動かしているというようなところでございました。これもう一本やっていきますので、とりあえず前半はここ で、はい、で後半はですね彼がなんでアメリカに行ったのか、そして本当にこの先これから何を見据えているのかといったような話を、伺っていきたいというふうに思います。ではまた会いましょうね。バイバイ。バイバイ。